水墨画の楽しいお時間が始まりました。皆さんこんにちは、水墨絵師の松木墨禅です。五感に訴えるようなね、シックスセンスと言われる第六感を超えて第七感にこう突き進む、超えるようなそういうなんか水墨画の描き方を皆さんとね、習得できればな。どうですかね、観音水墨はやっぱりちょっとエッチな感じですかね最後まで動画ご覧になってください、はい。じゃあですね、椿をねちょっと描こうかなと思うんですけど、はい、リクエストをいただいていて、あの花びら散るようなあの表現をちょっとなんか描いてもらえませんかという、はい、ありがたいあのネタをいただいておりまして、はい、椿だけじゃなく今後も花びらが散るようなそういう空気感とか流れとかあの雰囲気などをね醸し出すような、散る様っていうのをあの描いていきたいとは思うんですが、何書いてんだって思いますよね大丈夫、ちゃんと絵になる、絵になるからねうん、大丈夫、椿になりますからねいやー楽しね、ちょっとあの散ってる感じにしたいので花粉いつもより多めにいつもより多めに回してますみたいになってますけど、花粉描いちゃいますどこ描いてんだって感じですよね。さてさて、なんか浮かび上がってきたかなはい、じゃあちょっとこの辺にしといて、先枝行きましょうか。官能的にね、
今日のテーマである散っているね花びらをここで入れていきたいと思います。花粉が散ってる感じをここに出しときます。そうするとなんか椿の終わりっていうのがねちょっと印象的になるかなと思います。
あ、暴露しちゃう。最後に保湿でやっときます。今回は、白抜きにしてですね、髪の地の色、髪の白の色を使って残して、白抜きで、椿のこの花びらが散るようなね雰囲気の表現をしてみました、はい。前回はね墨で描いたんですけれども、今回は白抜きで、白色の花びらということですね。どっちが好みでしょうか。そして、リクエストもねいただいておりました。ありがとうございます。こういったあの花びらが散る様をですね、取り入れて動きのある表現してみました。はい、あの基本的にねよくあの質問もされるんですが、あの古墳とか、牛乳とかそういうのを使って描く方法もあるんですけれども、ああいうあのなんていうんだろう、人工的に意図的に作ってしまう白よりかは、あの墨のにじみとか発木とかに任せて、その髪の白地を残して表現する白の方が私は個人的に好きなので、あのそうすることによってその自然なにじみ、自分の意図をしないその表現みたいなのが偶然的にも生まれたりして、それがこう空気感だったり風の流れだったり、そういうのが表現できると経験上ちょっと思っていて、でそれがあることによって五感に訴えるというか、あの本当になんか今にも揺れそうな、今にも動き出しそうな、今にも香りが漂ってくるようなみたいな、そこまでレベチになってないかもしれないんですけど、なんかそういうあの表現の豊かさにつながってるんじゃないのかなって個人的に思っているので、あの基本的に髪の色
髪の、 あの白地のお色ね、これを残して私は表現してます。なので、まあ、好き好きありますしね、表現方法で好みもあるので、あの得意不得意もあるので、あの、まあ、そこは自分のねやりたい方を目指していただければと思うんですけど、まあ、漠然流としてはもう白抜きで、描くこの美しさを追求していきたいなって思っております。なので今回も花びらのところは白抜きです、はい、より官能的に、より五感に訴えて突き抜けて第七感にも訴えかけるようなそういう水墨画を目指していきたいと思いますので、今年また皆さんと一緒に楽しめたらなと思っております。よかったらご参考にしてみてください。はい、では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。